彼の朝は一本の電話から始まる。あ、もしもし。あ?8000万 ?1 億にしてもらえ。お前、そんな安いもんじゃねえぞ。前澤にそう言うとけ、お前。彼はデベロッパーとしての一面もあるのだ。そして次に、スクワット。彼は猪木イズムを継承しているため、毎朝のスクワットは欠かせない。そして次に、タワマン最上階から日本の未来を見つめる。彼の目には日本の未来はどう映っているのか。そして次に、笑顔歯磨き。彼はまた YouTuber 講演家鴨頭義人にもインスパイアされているため、笑顔歯磨きで朝のテンションを高めているのだ。鴨頭義人を知らない人はぜひ検索してみてほしい。彼が日本の未来を救う。そしてすぐに動画の作成に移る。チャンネル登録してね。高評価も。彼の未来は明るい。